山本周五郎作、怒らぬ慶之助。御堂慶之助は、薩摩の神、家久の御身。六高は三百国の昇進だが、島津家としては、年寄格に準ぜられる家柄であった。父多左衛門は、慶之助十七歳の折、監視し、続いて母を失ったので、おじ、 鬼倉正米貢献となり、十九歳の冬、家徳をした。剣もよく使うが、ことに大神流の旧術に達し、二十五歳にして、藩の四半角に干せられたくらいである。この毛之助、け、気風の荒い薩摩武士の中にあって、珍しく着物ねれた若者だった。へそのを切って以来、 まだ一度も起こったことがない。科目で不愛想で、いつも老産のようにむっつりと構えているが、そのくせ何かことに当たると、驚くほど俊敏な才を発揮する。慶之助十七歳の春、父忠だ門が監視する半年前のある日、父と共に庭で土維持などしていたとき、 林家のただ倉之助邸で、にわかにただならぬ物音がして、覚えたか覚えたかと叫ぶ声がした。ちょっと見てまいります。啓之助はそう言うと、大刀を取って引っ返し、門の外へ出て行った。するとほとんど同時に林家のくぐりが開いて、血刀をひさげた下郎の刀像というのが飛び出してきた。刀像ではないか 圭之助が声をかけると、ぎくっとした下郎は、慌てて血が棚を後ろへ隠しながら。は、はい。どうしたのだ圭之助が何気なく近寄る。銅像は狂ったような顔で後ずさりしながら。だ、旦那を切りました。旦那を。どうして切った私の言い交わしたお嫁を、旦那が手ごになさいましたのです。 お米はそのために私を見捨てて。慶之助は皆まで聞かず。してこれからどうするへえ、どうせ主殺しの罪を犯しました東蔵、逃げ隠れはいたしません。これから横目へ辞訴して出る覚悟でございます。そうか。慶之助はうなずくと、では行け。へえ、東蔵が厳を返す。 せつな。ケイノは一歩出て、抜き打ちにひばらいと、えいっあ五六歩突っ走ったが、前のめりに転倒してそのまま、口からおびただしく吐血しながら死んだ。唾音を聞きつけて出てきたたざ門もんが、どうしたと聞く。ケ之助は刀を拭ってさえに収めながら、何このゲロ目。 倉之助殿を切って逃げようとしましたので、仕留めたまでのことです。仕留めた父は目を向いた。バカめ、守殺しの滞在を犯した奴、りに切って何とする十七歳にもなって、順序を知らぬいた仕方、申し訳あいだつかこれでよいのです。啓之助は平然として、 多田殿はこの下寮が言いかわした下女に手をつけられたのです。下寮は恋の恨みから主人を斬ったのですから表沙汰になれば蔵之助殿の家内敏乱が知れずには済みません。出頭の武士が下寮の女を盗んだ始末もし世に広まるときはただのみならず同伴一等の譜面木でございましょう。多左衛門は黙ってうなずいた。 ヒルは不憫とも存じましたが、すでにゲロウは恨みを晴らしております。いずれにしても死罪を免れぬ奴ゆえ、これを仕留めて領収を除きました。いかがたざえもは怒り声で、貴様どうしてまたさような死体を存じおるひじ、彫目と申しますが、私のは俗に地獄耳とか言われるあれでございましょう。 半年も以前から、かようなことにならねばよいがと案じておりました。けしからぬやつ。たざ門、もん、深いげに言った。十七ばかりで、さような竹の常時に気を使うなど、貴様ろくなものにならんぞ。心の中では、舌を巻いているのだ。果たしてこの事件は、 啓之助の扱い方神妙であるということで落着した。横目の神座力というのはことに、ただ倉之助とは遠辺にあたるので、慶之助のために、ただ一族の名が汚されずに済んだことを感謝した。家得して三年目、すなわち慶之助二十一歳の夏のことであったが、大隅の国、姶良郡、 西国部村に大隅小八幡という大社がある。神武天皇行の創建と伝えられて、毎年8月15日が大祭にあたっていた。イエシサは在国でさえあれば、必ずこの大祭に参って、自ら祭祀を剣ずるのを習いとしていたが、その年の参詣にあたって、例の通り、友揃ぎをして城を出ると間もなく、 道筋に兵士者ができた。先手頭は驚いて、最良の国労にこの良しを申して、順路を変えるように願い出た。その日何かあって、朝から不機嫌だった家久は、それを聞くとますます免職を損じて、道を変えるか、今日は帰乗するか、と不況を発した。裁量も富に案が出ない。 お道筋を変えるもよいが三里余りの周りになる上に極めて険しい峠を越さねばならん。と言って例年の大祭に参詣中止ということもはばかり多い。どうだとイエが重ねて聞いたとき恐れながらと言って友の中から御堂慶之助が進み出てお行列 <laughs> このままおすめあって差し支えなしと存じまする。と言った。何差し支えないとイエヒさんが振り返って、死者の穢れを構わんと申すかあ、武家として飲うべきものは他にござります。死者の穢れを嫌って戦場の駆け引きがなりましょうか小八幡は元より軍心におわします。 何ぞ意味はばかることがござりましょうや。平然として申し述べた。そうか。家久さは微笑とともにうなずいて。道を帰るに及ばぬ。行くぞ。行列は堂々と八幡に向かって発し、無事に祭祀を終わった。寛永四年、千六百二十七年の秋十月のことであった。 圭之助が城に上がって詰めていると、使い番の者がやってきて、殿のお召しだ。すぐにおばばへ。と知らせた。おばばへ気上の支度で弓の用意をしてくるようにとの行意だ。心得た。即座に支度をして立つ。上中二の丸のばばでは、その時、貧客として滞在中の黒田港。 ただゆきのために、犬を物を催していた。これに用いる猛犬五刀。これは、弓組のおいてが、いずれも見事にいたおしたが、別に一頭かねて、飯盛山で捕らえておいた大きな狼。最後の一番として、拉致の中へ放った。ところが、身の丈五尺に近く、俊敏風のような画廊。 自由に拉致の中を駆け回って、誰一人これを倒すことができない。市販役佐藤修造でさえ、三本の矢を居尽くして不守備に終わった。どうしたさすがに貧客の前で面目を失った家久。縁先近く出てきて土星を発した。は、修造は平服して、恐れながらこの上は、 御堂、敬之助をお心見下されたく、と言った。敬が弓をするか彼なれば、捕まつろうかと存じまする。呼べ。そして敬之助が呼ばれたのである。午前へ出た敬之助。この始末を聞くと、即座に手だれの弓、矢を一筋だけ持って立ち上がった。家久はこれを見るより、 師範でさえ、ス筋の矢を持つに、ただ一筋しか持たん何度、相変わらず不敵な奴よ、と膝を乗り出して見守っている。馬上、拉致近く乗り進んだ圭之助、狼は拉致の向こうの端を、抱く足で走りながら、ちらりちらりとこっちへ目を向けている。啓之助はるく馬を打たせながら、ややしばらく狼の足並み、 見ごなし、目の動きを、被災に見つめていたが、やがて、うん。うなずくとともに、バッと駆け遅れた。砂塵を上げてシックに出た敬之助。と見て、狼もぐんぐん足を速める。拉致の内と外、はじめは遅速整わず、両者の距離、あるいは近く、あるいは遠く、やがて、 見回り余りもする。やがて、馬と狼との速度がぴったりあった。啓之助、シックする馬上にあぶみを張る。と見た刹那、弓に矢をつがえて引き絞るや、えい目にも止まらず、いて放った。やったと一度が身を乗り出す。狼は、首を射抜かれて、砂塵の中に転倒したが、 と、羽を切ると狂ったように、ギャギャ、ギャーン悲鳴を上げて、二三軒横さまに飛んだまま、打ち倒れてしまった。わーっと上がる歓声。いかが家久、ニヤニヤしながら、黒田港に振り返った。すさまじい見物でござった。黒田忠之も微笑して、ただ一筋の矢。 よほど心得あるものでござろうな。されば。イエヒサウかうかと、当藩の休日士官をつかまするよ。と答えた。ケ之助がスメへ下がってくると、おじ、鬼倉昌兵がやってきて、でかしたぞけと、白髪首を振り立てながら、殿にはことのほかのご満足じゃ。黒田公にの あれは、当藩、休術師範だと申されておった。軽々しいことを仰せられる。慶之助苦い顔をした。余計なことを申すな。殿には殿のご思案があるのだ。まあよい。何にしてもよくやった。今宵わしの家で祝いをやるから来いよ。またさように不愛想な面をする。金のやつも小杖も、 ついぞさまが顔を見せんので怒っておるぞ今夜は来いよしかしどうも雨が降りそうで黙れ降ったら傘をさしてまれし兵衛は足早に引き返えしていったけいのすけは支度を解きながら娘小めの姿をふと目の前に描いてみたその夜、鬼倉しょうの宅には 実婚の若侍四五名が招かれてきた。これらはいずれも、正兵衛が娘の婿にと選んだ人物で、中にも伊能玄八郎という若者は、梶派の剣を取って屈指の有名があり、しかも、女にしても美しい淡麗な容姿を持っていた。その時、慶之助と同年の二十五歳。 イエヒサが江戸で召し抱えた新山で、百国の昇進だが、将来を職望されている男だった。お前まあ、小兵の妻カネは、娘の部屋へ入って行って驚いた。どうしだいまだ着替えもしないで。私、着替えはいたしません。でも、もうお客様はみんな、おいでなされているよ。 そんな支度でお給仕ができますかお給仕はこれでいたします。またそんなわがままを、い,いえいけません。それでは皆様に失礼にあたります。嫌でございます。小杖は美しい目を振り向けながら。だって、ケ之助様がおいでなさるのでしょケイも来ますよ。だから嫌でございます。 まあ、呆れた。金は、わからんという風うに。ケイが来てはどうして嫌なのです。私が着替えをしたり、化粧をしたりしていれば、ケイの助様はきっと自分が来たので、小勢がおしゃれをしたのだと思います。金はもう一度呆れた。私、あの方には、ほ、うんと苦いお茶をあげるつもりですの。 お前、玄八郎様は来ておいでですのいらしてます。小勢はいたずらそうに微笑んで。では、伊能様に一番良い手前を見せて差し上げましょう。あの方にはお茶がわかりますもの。金は無言だった。慶之助とは幼馴染みで、随分わがままの言い合いをして育った間柄ではあるが。 この頃の素因に加えて、美男の犬を玄八郎が出入りするようになってからは、どうも、娘小杖の様子が変わってきたように思われる。小兵衛の腹がどうあるかは知らず、金のつもりでは、慶之助こそ、娘の婿と決めていたから、これは、胸を痛めずにはいられないことだった。金、金はいるか 薄間の向こうで、小兵衛がわめいた。はい。何をぐずぐずいたしておる。茶を持たぬか。はい、ただいま。早々に、娘をせき立てて金は立った。小杖が茶を立てて客前へ出てみると、敬之助の姿が見えない。金がそっと小兵衛に尋ねてみると、今使いをやった。と、不機嫌に答える。 小津は玄八郎の前に茶を勧めながら、男の光のある美しい瞳で見つめられると、我にもなく頬の熱くなるのが感じられて、胸の震えるのを抑えかねた。玄八郎は作法を正しく喫して、結構なるお手前、お見事に存ずる、と言って、再びじっと小津を見た。お恥ずかしい。 小連が一賛のと同時に、ただいま戻りました。と使いに行った若者が、襖すま際へ手をついた。どうしたは、御堂様には、一時余りも前に、こちらへと仰せられて、屋敷をお立ち入れなされましたそうにござります。なに、出かけたというか。小兵衛の額に、感ん筋が現れた。 とちょうどその時、庭先から縁へ、ぬっと上がってきたものがある。当下の中へ入ったのを見ると、御堂圭之助だ。いやあ、いずれも早お集まりか、と平気な顔である。お集まりかではない。どこをうろうろして参った。半時あまりも皆み々なみなを待たせ申して、けしからんではないか。それは失礼。 慶之助、空いている席へ座った。もうさっき来たのですが、裏庭で六兵衛の奴が巻き終わっておりましたので、ちょっと手伝っていたのです。あの長男はもう慎重せんといけません。いや、いずれもご容赦。小兵、怒鳴るわけにもいかず、恐ろしい目で慶之助を睨みつけていたが、妻へ振り返って、 高森の下校生。叱りつけるように命じだ酒ややすんだ頃である一座の者が口をそろえてただ一死に毛うを射止めた慶之助の功を称していると伊能玄八郎が静かにさきを置いてなるほど今日の弓一番のお手柄でござるしかし一言お尋ねつかまするが ケ之助の方へ向いた。その説は見る王子矢をただ一筋のみお持ちなされたと受けたまわるが、事実でござろうか。されば。ケ之助は酒をたしなまんので、さっきから山芋の煮付けばかり、三度もおかわりをしている。玄八郎の質問など、気にもかけぬ様子だ。ほう。 源八郎は微笑して、それがし正直かまするに、旧者には命やと申して二の矢を添えて持つを弓道の習いと聞き及びまするが、何ぞお心やって一筋のみ持たれたのでござるか。されば、敬之助目も上げずに、一子で営めることができると存じたゆえ、一筋のみ持ったのでござる。 なるほど。源八郎の目が光を帯びてきた。しかし、たとえ一死にて糸むることができるといたしても、命やを控えるこそ、武道の心得ではござるまいか。鋭い皮肉だ。んに、気候の振る舞いは傲慢ではないか、と言わんばかりである。圭之助はそれには答えず、知らぬ顔で芋を食べる。 けえ小、え、兵がいらだって、異のおじの申されること、もっともとは思わぬか。返事をせ、返事を。はい。け之のすけは神妙に答えて、おじうえのお言葉ゆえ、いま一度申し上げるが、一死にてしとめうるのに、何の必要はあって、二の矢を用意つかまつろうぞ。武道の心得とは、 二の矢を控えることでなく、一の矢にて仕留めることだと存ずる。おばうえ、はばかりながら、この芋をもう一皿。しかし、万一依存じたら。いや。ケ之助はきっぱりと。万一にも依存ずるようでは、五の矢十の矢を持つとも、買いなき技でござるよ。 玄八郎の唇が引きうがんだ。狼を相手には、さようにも申されようが、もし相手が拙者であったならどうあろうか。それがしも、剣にはいささか心得がおざる。御堂氏の矢表に立って、一の矢を切って落としたとき、二の矢を持たずしていかがなさるか。剣之助は小姉も変えず。さよう。 二の屋の必要はござるまいよ。何玄八郎は袴の膝を掴んだ。では一の屋、拙者に切って落とせぬと申されるか。されば、啓之助にやりと笑いながら、小勢の運んできた鋳物をさら箸をやる。伊藤玄八郎は膝を乗り出して、お相手つかまつろうと叫ぶ。 御堂宇の一のや、切って落とせぬかどうか。この世は実地に心むるより他、か、致し方あるまい。まあ、待たれ。小兵が精子にかかったが、武道の試合でござる。乙女立てゴムよ。がんと断って。御堂宇治、ご依存はござるまいな。されば、と、口の芋を飲み込んで、ご所望に任せましょう。 よろしい。では、拙者から一場所を申す。城外、旗のヶ原。明日夜つまでにおいでくだされ。心得た。ご動座の処刑には、その折、海沿いとしてご入来。お願いつかまする。どう仲裁しようもない始末となった。胸を躍らせながら、この居酒屋を見ていた小杖、玄郎の怒りが、 どうやら自分に関わりのある様子らしい。自分とケ之助とが縁続きであるところから、あるいは嫉妬してケ之助に試合を挑んだのかもしれん。そう思うと、何か頭がカッと熱くなって、座にいたたまれぬような心の乱れを感じてきた。座がしらけたままに主演は終わった。 客がみんな帰り去ると、小勢は父の前へやってきて、明日の試合を中止させてくれるようにと言葉を尽くして頼んだ。しかし正、小兵は、武士が武道の論を実地に試みるに何の止める必要がある。原発、刑ともに心得のある奴だ。端から口出しをしたからとて、後に引くようなものではない。 まあ見ておれ。と、取り合わなかった。翌朝のこと。父母の目を辛くも逃れて、小津はただ一人、御堂の屋敷を訪れた。慶之助幼少の折から、充実に仕えている老木、直助は、小津の顔を見るより、いや、これはお嬢様。と急いで迎えて、旦那様もご一緒でござりまするか。 いいえ。小勢は気をせいて。あの、慶之助様はたった今の先、お出かけなされましたよ。もし、おじご様が見えたなら、先に参りましたからと、そう申し上げてくれと、仰せられてな。あ、遅かった。つぶやくとその足で、挨拶もそこそこ、旗の柄の方へ急いだ。 原にはすでにみんな集まっていた。小兵はもちろん、海沿いとして四名。宇野総五郎、長谷部大蔵、林田久長、萩井仁也。そして少し離れた雑木林の中に、娘小勢が胸を踊らせて立っている。支度はよろしいか小兵が進み出て、 武道の試合は、勝敗とも、後に遺恨を含んではならん。承知であろうな。は、源八郎はうなずいた。矢頃は三十歩、勝負は矢一筋。嫌たるか、切って落とすか、それまで。承知でござる。いざ。源八郎はそう答えて、静かにその場を去る。 慶之助は弓に木で作ったカブラの矢尻を打った矢一筋を持ち、矢ごろを測って立った。小兵はじめ四名の海添えは、両人の中間にやや下がって、瞬きもせず見守っている。いざ慶之助は暗いりをすると、弓に矢をつがえてきっと見る。玄八郎は静かに大刀を抜いて、 誓願、帽子上がりに構えた。しばらく玄八郎の構えを見つめていた圭之助、津と弓を上げるや、キリキリと引き絞った。とその時、雑木林の中に、目を放たず見ていた娘小杖が、低い声で、あ、圭様、お弓が、とつぶやく。刹那、鶴が鳴って、 光のように飛ぶや。えい鋭い叫びとともに、玄八郎の頭上に肩甲が飛んで、かぶは見事に切って落とされた。おお<う>と思わずうめく人々。あっぱれお見事萩ぎいじをはじめ、四名の海添は、手をあげて玄八郎へ観光の声を送った。いのうじの勝ち 小兵はそう宣告すると、平然とこちらへやってくる慶之助に向かって噛みつくように。昨夜の公言は何とした敬いや。慶之助はそっぽを見ながら。伊のおは達人でございますな。と言うとそのまま。いずれもご無礼つかまつった。さらば。待て小兵が声をかけるのに振り向きもせず。 さっさと腹を横切って足ち立っていく。さすがは梶畑下の腕前、良き勉強をつかまっすったよ。実にお見事。人々がよっと踏めるのを、玄八郎は静かに刀を鞘へ収めながら、女のように上気した方へ、にっと微笑を見せて。お恥ずかしゅうぞんずぞる。ほんの座教にて、と答えたばかり。 不愛想でむっつりした形之助に比べて、玄八郎の作法を正しい陰銀な振る舞いは、試合に勝った後だけ余計にみんなの好感を買った。いや、小杖殿。玄八郎の声に一度が振り返ると、雑木林の中から小走りに小杖が出てきた。なんだ。小兵が目を怒らせてばめく。 お父様。小添はそばへ寄ると、玄八郎がミスるような瞳でじっと見つめるのには目もくれず。私、先日のお返事を申し上げまする。なんだ、先日の返事とは、縁談のことでございます。玄八郎がちらと見る。小兵は、馬鹿者が、かような場所で何を申す。 はしたない真似をいたすな。いいえ、ただいまの勝負を拝見いたしましたゆえ、わざとここで申し上げるのでございます。勝兵はちらと玄八郎を見た。玄八郎は微笑しながら、そ知らぬ風で足元を見下ろしている。小津はきっぱりと、お父様、小津江は、緑へ嫁に参ります。え と正、小兵衛。玄八郎も驚いて顔を上げた。小僧は臆した様子もなくもう一言。あたくし、慶之助様へ参ります。と言うと、呆れている人々を後に、厳ビを返してその場を去った。家へ帰った小兵衛。場所柄もわきまえぬ振る舞い。なんとしたことだ。と、膝詰めに叱りつけたが、 小杖は同じことを繰り返すばかり。ことさら勝負に負けた、慶之助の嫁になろうという所存も、いくら聞いても答えない。司祭はそのうちに、申し上げるおりもございましょう。どうぞ、何も仰せられず、慶之助様のところへ嫁にやってくださいませ。と、てこでも動かぬ決心である。 すでに十九にもなっている娘。何か考えるところあってのことと、小兵衛もついにこんまけがして、このよしを慶之助に通じた。もちろん慶之助の方に依存はない。その年十一月、正式に家へ縁組のことを申し出して、小勢は慶之助と婚姻の式を挙げた。収まらんのは犬を玄八郎である。 なんだあの娘は、つらあてがましく、試合の場で負けた奴を選ぶなど。小勢のそぶりで、かねてから自分に思いを寄せているものと信じていただけに、失望も大きく、恨む心も深かった。みどもみど、高慢の鼻をへし折られながら、恥じる様子もなく押し回っている。こんな田舎だから住むようなものの、 もし、江戸ででもあったら、面目にかけても腹くらい切らねばならんところではないか。それを上駐であっても、平気の兵座で、ろくな挨拶もしおらん。不平はもう一つあった。慶之助の矢面に立って、見事に玄八郎が菓子を取ったこと、一時は藩の評判に登って、どこへ行っても、 犬は晴れがましい惨事を浴びせられたが、ケイノスケと小杖が婚姻の式を挙げる頃には、いつか噂は泡のように消えてしまった。殿のお耳に達すれば、ご家像は間違いなしでござろう。そういう取り沙汰も噂とともに、跡形もない望みとなってしまった。目のある奴は一人もいないのか。 不不平に不平にが募ってきた。ある日城中で慶之助と顔を合わせた玄八郎近くに人々のいるのを承知で「いやあご近直でござるなその後休日の方はいかが召された」と大声に呼びかけたされば慶之助はにやりともしないせいぜいおはぐみなされ 殿には黒田公に、貴殿を当藩の休日師藩役だと仰せられたそうな。お言葉に対しても今少し上達せねば、他藩に聞こえて恥ずかしいうござるからな。されば、水のように静かな慶之助だ。もっとも、玄八郎は皮肉に唇を歪めて、新妻の持ち立て、うかうかと心が弾んで、 修行どころではござるまいが。さよう。ケイノスケが初めてにやりと笑って、ニ妻ズマは良きものでござるよ。と言うと、そのまま行き過ぎようとする。玄八郎は思わずカッとなった。待たれ挨拶もせず行き過ぎるわ。イノを新参と侮ってのことか。玄八郎昇進なりとも、 弁護をもって六を盗む鎧帽子とは違うぞ。武士は武芸の優劣をもって戦後の順序とする。いささか果実を教え申した武道の作法、まだご徳心が参らんと見えるな。声が激しかったので、爪の間にいた二三人が立ってきた。慶之助は別に気にする様子もなく、半歩下がって、 挨拶をせぬが、作法でないと申されるなら、改めて挨拶つかまそろう。ご無礼つかまつった。これでよろしいか。では、ごめん。さっさと立ち去ってしまった。突っかかってきたら、先日の試合のことを持ち出して、恥ずかしめてやろうと思っているのに、案外、慶之助が平然として言ってしまったから、ゲ八郎の胸の炎は、 ますます炊けるばかりだ。イライラと自分の爪の前へ戻ろうとすると、故障の一人が走ってきて、井ノー殿、お召しでござる、と知らせた。耐えてないお召し。何であろうと、故障に案内されていくと、書院の縁先に塔を持ち出させて、ゆったりとかけていた家久が、原発から地区をよれ。 振り向きもせずに言う。ご機嫌を潤しゅう。縁に平服する源八郎。イエヒサはしばらく庭先を見合ったまま黙っていたが、先日、ケイと珍しい試合をしたそうだな。は、源八郎は表を上げて、いささか、修練を試みてござります。うん。イエヒサはうなずいた。 司祭は世も聞き及んでおるが、主教の戯れに等しいこと、いつまでこだわっておるでもあるまい。いい加減に忘れるがいいぞ。恐れながら、玄八郎は強く、主教の戯れとは、心得ませのお言葉。武芸の立ち合いは、命を懸けて捕まつるが本来。玄八郎、戯れに剣は抜きません。 命をかけるイエヒサは振り返って。おう、その方、世に仕官するとき、世の場前にシスと使ったではないか。酒の上のいじづくで、イエヒサにくれたはずの命をかけるとは、聞き捨てならんぞ。しかし、武道のためには、黙れイエヒサはいきなり怒鳴った。物を知らぬ奴。 いや、一筋二筋、切って落としたがなんだ。ただいまも通りかかって聞けば、ケヌスケを捕らえて悪行造言。あれが武道を知る者のいた方か。座教も同じ、立ち合いの二度三度で、真の優劣が知れるものではない。涼しまんと後悔するぞ。玄八郎、無言で唇を噛む。 ゲ之ノスケはかの試合の翌日叱っておいた。貴様は心残ゆえ、沙汰なしにしてあったのだ。以後、わがままな振る舞いはならんぞ。下がってよろしい。源八郎、むっとしたまま退出した。家へ帰ったが、肝は煮えて叶わぬ。生来、それほどの愚物でもなかったのだが、 一度ひねくれ始めた心は、どうにも取り返しようがない。その世、人よ考えた上、浴張を早く。当藩、侍を見るの人なし。武を持って、六をハムに足らず。井野源八郎。と、筆太に大きく書きしたためた紙を、門扉へぺたりと貼り付け、旅装もそこそこに出本した。 その朝、ケイノスケは早出資で、ちょうど午前へ出ていると、近似の倉持祐介というのが、イノウ・八郎の張り紙を持参した。イノウ・かようなものを書き残して、出本つかませた様子でござります。見せろ。手に取って読むより。うん、けしからぬやつ。イエスサ・イカを発して、 墨の乾きより見るに、遠くは行くまい。追手をやって切ってしまえ。は。蔵持が立とうとする。しばらく、圭之助が進み出た。打っての役、私に仰せつけくださりませ。やるか。は。萩、林田、長谷部、宇野の四名、剣士として堂々にお命じくだされたく。 玄八郎は、私、一死にて仕留めまする。よし、行け。即座に命が発せられた。馬上の五きシックして北上。墨屋峠にかかる五丁余り手前で、猪を玄八郎に追いついた。猪王じ待たれ。慶之助は馬足を緩め、矢者を測って止めると、大声に呼びかけた。 玄八郎は振り返って、おう、清ったな。早くもゆんでに、大刀の小口をくつろげる。上位だ。首をもらうぞ。ゃ尺なことを。玄八郎が見ると、いぬすけ弓を構え、ただ一筋、十二足あるすんのびの矢を手早くすがえる様子だ。玄八郎せせら笑って、 氷もせずにまた石か。今度は切り落としたばかりではすまん。火事一刀流の剣が気候の首へ飛んでいくぞ。きらり抜く剣。剣之助は、今日の石志は死と違うから、心して受けるがよい。四名の方へ振り返って、先日お立ち会いの方々、剣之助の陰勢、改めてご覧に入れる。ごめん。 と言って馬則に三歩下がった。玄八郎は大刀を西願にとって、軽々と光る瞳、北と慶之助の目を見つめる。慶之助は、あぶみを踏ん張り、構えを立てるや、きりきりと大きく夢を引き絞った。二息三息、張り切った沈黙が続く。四名の剣士役、思わず呼吸を詰め、 手に汗を握って見守った。と、ビュンと響くつる。光のように飛ぶや。かっ。原八郎は身を沈めて、大刀を逆に振り上げたが、すでに矢は、心臓を真上から射抜いていた。よろよろと、後ろざまによろめいて倒れる。おお剣士役の面々が、馬上に伸び上がる。 玄八郎は倒れるや、刀を杖に立ち上がろうとする。玄之助は馬を飛ばして近寄り、飛び降りるや、抜き打ちに一刀、肩から胸まで切った。剣士役四名は石のように、物も絵も言わず立ち尽くしていた。玄八郎の印と始末のことを聞いた家久。ふといぶかしげに、だが玄、 果実の立ち合いに負けを取ったのはどうしたわけだケイノスケニヤッとして、は、実は日頃の運勢の三分の一に足らぬ稽古用の弱い弓を持って試合いたしたのでござります。でなければたとえ木の c a 屋を持ってするも、異能の命はござりません。うん。イエヒサは惚れ惚れと、 ケノスケを見た。そうだったか。何ぞさえもあろうと存じたが、弱い弓とは気がつかなかった。心得のほど喜ばしく思うぞ。は、面目に存じまする。イエヒサは、そこにいる鬼倉昌兵衛の方へ振り返って、軽く笑いながら、海添いの者四名、鬼倉まで見分いたしながら、 誰もそれに気づかなかったとはおこたりだな。いや。ケンノスケが静かに。ただ一人、それを見抜いた者がおりまする。ほう、誰だ。私のおつま、小杖にござります。小兵が膝を乗り出した。試合を見て、私の心遣いを知ったとき、 ケ之助の嫁になろうと決心したよし、寝物語に白状をつかまとりました。これ、午前だぞ、と称兵。衛。イメイ、際どいところで申し寄る。許さんぞ。イエヒサは晴れ晴れと笑った。